ここかな。いや、かな。いいね。いいと思います。うん、AJ ユナイテッド。ウィーレ2019アップデ前の儀式をしていきたいと思います。ということで、はい、ちょっとまず見ていただければと思います。こちらに私次回レベル上限アップトレーナー4体残っております。2019のアップデートで30より1でもレベルが上がっていればマックス状態での交換ができるんですよ。これは神アップデート来ましたね。はい、ということで、まあ、4個しかないんですけど、はい、こちらをちょっと振っていきたいと思います。そうだね。で、今回なんですけど、うん、やっぱり若い年齢の選手の方が最終的なレベルが非常に高いわけですよ。そうなんですよね。メッシとかは、うん、もう年齢ちょっといってるんでね、最大でもやっぱり38ぐらいなんですけど、うん、A さんの持ってるオーウェンとか本当やばいですよ。オーウェンマジやばいから本当にだってあれ金の選手なんだけど、まあ、正直あのメッシぐらいの、いやもう本当にそう、総合値になるんだよね。そう、確か97か8ぐらいまで上がるんで、ね、僕も3体は決めてるんですよ。その3体を、うん、もう今チームに入れてあるので見ていただければと思います、はい、トップ3人、うん、もうこちらは決まっております。センターフォワードマーカス・ラッシュフォードね。おいおい、ラッシュフォード持ってんのかお前。持っております。いやこれはでかいぞ。若いんですよ今のこの時点でも、スピード88なんですよね、うん、これレベル10か、レベル10の状態でスピードが88、瞬発力88あります。その参考サイトで見た限りは50以上のレベルにはなったと思います。それで帰ってくるんだもんな、はい、マックスになって。なのでまずはこの選手、うん、そして続いてベルナーやばいね。やばいよ本当にすごかった、うん、めっちゃめちゃ強くなってる、うん、年齢まだ21歳ですからね。こちらも非常に若い、まあ、ベルナー持ってる人はあげない他ないでしょう、うん、これがねまたこの選手も確かレベル50ぐらい、50以上まで確か上がったんじゃないかなと思います、うん、2人目はこちらでございます、はい、で3人目レジェンド、はいはいはい、この若いからね、デルさん若い時のやつだよね。21歳、うん、デルピエロ本当に強くなります。デルピエロやばいよ、うん、レベルが今28の時点ですが、この時点で能力これなんですよ。強いね。でこれがさらにレベルプラス 2,30 ぐらい上がるということで、ね、さあということで、うん、今3体分のレベル上限アップ使う選手決まっているんですけど、はい、あと1体非常に誰にするかまだ悩んでいる状態でして、ちょっとね1回ボックス見ながら誰にするか最後の1人決めていきたいと思います。黒玉だからいいってわけでもなくなってくるわけよね。そうそうなんですよ。ただちょっと気になってるのはアザール。おー、アザールか。26なんですけど、ただレベルマックスになった時が結構強い、うん、でレベルが確か40ネイマールそこらまで。そうネイマールも、そう今のところ考えてたのがアザールネイマールなんですよ。ムバさんはトレーナーが、ムバさんはそうもう、レベルが上がってる状態ですね。上がってんのか。デンベレとかも若いんじゃないですか。20歳か、うん、あただ俺大丈夫だ、デンベレもうレベル50までいってるわ本当だ。うんうん、ここかな。22歳、川島先生いかないっす行かないよ。いや君引きかな。いいね、君引きいいと思います、うん、なんかフォワードに今偏ってるんですよ。そうだね、ラッシュフォードもベルナーもで、あとあれかデルピエロも全員フォワードなんで、ちょっと君引き選手、うん、サイドバックの要として最大レベル取っていきたいかなと思います。そうだね、はい、4人決定しました。さあこれで31ね、はい、OK。 さあこれでベルナーもマックスレベル交換でございます、うん、ラッシュフォードもね若いんでね、これは2019期待でございます。若ければ若いほどな。さあ OK、 これで準備は整いました。あということで、うん、ちょっとねこれから少しオンライン一戦だけちょっとねやっていこうかなと思います。やべえやつに興味ねやばいな大丈夫です、次回さんはプロなんでプロじゃねえよ
やべえ。てかベルナー調子悪いぞ。おい、来たら入れるっきゃねえからな。まあそうだな。だからキミッヒめちゃめちゃ調子いいな。うん。右サイドバックには来ます？いや他ねえよまだ。おお。2600。強いね。うん、なんかやっぱ引っかかるよこのメッセージが。なんか辛くなってくるよ。なんか言われてるようで。ベッキンガムパレス、なんであんなに人気なんだろうな。ね、ベッキンガムパレスか、だいたいあれだよね、ロマーリオ。うん、あ、そうそう、ロマーリオね。だいたいその2人だよね。優先があるんだろうな、もう。ね。お、来た。OK! よし、いいよ、デルピー。デルピーのゾーンではないけど、やっぱり。そうですね。決めてくれますよ。マジデルピエロ飛び出すよな。それでマックス交換だからね、うん、まだ俺このデルピエロマックスじゃないんで。そうか、28くらい。そう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 。あ、ロナウド来た。これやられたな。いいよ、いいね、出しこと早いからね。お、来た。いいよ、いいね。いやマジでペルの安定だわ。おお、来た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 、いいね。おディマリア。いいよ。うわー、決めたかったよ。ディマリアは確か、うん、もう上限突破してんだよな。じゃあもうだからマックス交換のハーフ置いとけばもう、そうそうそう、自動的に変えてくると。ディマリア好きなんですよ俺。ああ、うん、惜しい。来た来た来た。強い強い、素晴らしい。ボリバラ、おお、ラッキーラッキー。あ、ナイス、いいね。いけるか、来た。あ、当たっちゃったよ。重なった、惜しい。いいね。あ、てかクリバリも黒になるってのがまたでかいよな。あー、危ねー。おー、来た。おー、危ねー。ラッキー、怖すぎだろう。あ、うわ、危ねえ。助かったー。しかも最強だからな、名前な。レート何になるつもりだよ。こちらもね、最強と書いて樹海と呼びますけど、ね、読まねえだろ。全然ちげえよ。しかも FC 樹海もな、ファッキューだからな。お、違う、そういう意味じゃないからな。ファッキュー FC は FC ファッキューじゃない。バカ野郎、フットボールクラブだ。なるほどね。ファッキュー樹海って樹海死ねってことじゃないかよ。おい、なんで俺に言うんだよ。ない、うわー、オッケー。あ、このサイド、ビダルかー。そこにビダルいるのな。そうだね。うわ、オッケー。正面衝突したら取られるタイプなんだよ。よ、君、ナイス、落ち着いて。あ、いいね、落ち着いて。お、はいはい、来た。うわ、クルトはやばいや。嘘、今の取るの？ねえ、俺結構もう大丈夫かと思ったんだけど、振り抜いたぞ今。あの近さで、しかもフォースも良かった。マーリア、ラッシュフォード、そしてデルピー。うわ、マジ？オーバーヘッドは取れ、来たよ。あ、バカ、今のはスルーいらねえよ。俺が指示したんだけど。あ、だけどチャンスだ。ゲームの中でも選手は生きてますから。そうだね、もしかしたらな、判断ミスってことがありますよ。いや、俺だ。俺がやった。うわぁ、ってことはやばいやばい、この方たち機械にしてるようなもんですよ。あぶね、助かったよ。彼らは生きてるんですよ、ゲームの中で。生きてない、生きてない、生きてない。俺が全部尻出ししてる。そんな恐ろしいこと言うなよ。いや、ゲームはそうだろ。こいつらがサイボーグだなのか。サイボーグじゃねえ。エンゾンジ、あ、キミッヒやばいな、スタミナも。やばいだろ。ナイス、いけ、うわ、取れ、ナイス。よーし、あ、ばっか、これいるんだよ、ここ怖え。いやー、ラスト怖いね。いいよ。いいよ、バイリー、ナイス。あ、
ファイリーあるかあるか使いやすいあるぞラストあっラストかこれあやべ時間がまだあるぞあーあーまあ引き分けかまあ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 でも最強の方に引き分けだからなこれはちょっとプラスにいこうぜこれ弱いやつに興味はねえって言われてるけど俺やっぱ弱いやつって思われてんのかな